1回戦 A グループは5振れまで終え、ここまでストライクを続ける久保田がトップ。それをしもいでさらに渡辺が追う展開で、ゲームは第6フレーム。追い上げたい渡辺。あれあれ、まあボールチェンジを考えるかもしれないですね。でしょうね。いいボーリングしててもやっぱりストライクにしないと。そうですよね。この戦いはね、打ち負けてしまいますから、はい、右のレーンで、あーと熱い、あーと熱い、うわー途切れた、はい、今のはちょっとあの左側への失投でしたね。さあこれもしっかり、はい、渡辺明、はい、これでそうですね、久保田がストップしたとはいえ、まだ3マークぐらいの遅れは取っている渡辺圭明。さあこちらも、はい、よいしょしもいでかな、これであと1マーク、はい、次下井出プロが7フレームストライクを持ってきたら久保田プロに、ね、並びます。なるほど、はい、ここで渡辺プロボールを変えてきました、はい、あ、さっきのボールよりも少し食い込みが強くなるボールですね。なるほど、さあ天秤タップがないように、あれあれあれ、そうですね、本人もうちょっと膨らましたかったんじゃないかなと思うんですけれどもね、ボールチョイスはすごくいいなと思ったんですけれども、うん、惜しくも10番ピンが、ね、残ってしまいまし た。3連続10番ピン残ってます。本当ですね。さあこちらは、あ、爪から取った、さてこれでストライクを持ってきましたので、あとは下井出がなんとかついていきたい。はい、うわー今日は厳しい、うん、なかなかストライクがつながりません渡辺圭明。さあ下井でここ、はい、大事なフレーム、第7フレームストライクを持ってくると久保田プロに並びます。まずは1回戦突破、あるいはいいスコアを出しておかないと。取れない、少しボールが出すぎちゃって、あの戻ってきた時にボールが少し弱くなったのかなというような感じでしたね。10番ピン大丈夫で、うん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 、よいしょ、痛い痛い、これは痛いですね、うわ痛い。波乱の終盤戦、この後どうなる。